翻訳ミステリー紹介月齢番組、翻訳面、2023年7月号の、その3でございます。これで終わりです。この翻訳面は、その月に出た翻訳ミステリーから、私、杉山敦子と、川島さきが。選んで、3冊ずつ選んでですね、紹介するという番組。ちょっと前月お休みしたんで、今月だけ、5月、6月の、合併でお送りしておりますが、そしたらその3でお願いいたします。その3、最後、こちらはですね、ここには6月のシーン。お、素晴らしドストーマス、愚者の街。はい。これで1枚でかな。すごい。ロストーマスですよ。ロストーマスですよ。で済ましていけないんですけどそも、うですね。なんとまあ、暗殺のジャムセッションが出たのが14年前です。あれはミステリアスプレス文庫ですか？あれはね、ポケミスです。あれ、ポケミスか。わ、ポケミスだ。ですね、そうなんですよ。ポケミスで、もともとね、これが暗殺のジャムセッションですが、デビュー作がこちらはですね、冷戦交換ゲームという、こち千、ら千で、番台だ。で、デビューしました、ロストーマス。翻訳されたのは昭和40年っていうから、43年っていうから、おお。1968年か。もう半世紀前ですね。そうですね。なんで、まあ、これ出してきたかっていうと、実はですね、それの続編だったんですすよ、これ。ごいね。もう50年ぐらいね、訳されなかったやつが、暗殺のジャムショセッションというのがですね、これ、表紙見てもらえばわかりますが、ポケミス、リニューアル前のポケミスです。これで出た。おーっと、当時ね、思って、ようやくね、続編出たと思ったら、その後14年間、なくなって、まあ、もう、その間にロス、ね、まあ、特にロストーマスもなくなってますし、もう、翻訳出ることはないだろうなと思ったら、まさかのですよ、新潮文庫の海外名作発掘のシリーズが出ました。出ました。すね、ごこいのな。海外名作発掘シリーズ、今までもね、ライオネル・ホワイトの被害ピエロとか、ドナルド・イーベステークのギャンブラーが多すぎるとかね、いろいろ、よくぞ出してくれたというような本を出し続けてくれたんですけれども、その最新作がこのロストーマス愚者の街、1970年の作品だね。ですから、後ろの方にですね、これ、下巻のところに作品リストが載ってるんですけれども、原書としては1、2、3、4、5、6、6作目。最初はこの冷戦交換ゲームが66年の作品でしたから、これが70年の作品で、初期の代表作、初期の、総括するような、作品となっています。ちなみに単独作です。シリーズものではありませんので、安心してこれだけ読んでいただいて大丈夫です。で、この愚者の街というタイトルはですね、The Fool's in Town のオンアウサイドというのは、上巻の最初にエピグラフが引いてありますけれども、マーク・トウェインのハックルベリー・フィンのですね、冒険の中に出てくる、一節です。街中のバカどもをみんな味方につけりゃどうだ。どんな街でもそれで十分多数派ってことにならないかと。なかなか皮肉いいがで効いすてね。ですね、いいエピグラフだと思うんですが、その後、まあ、それで象徴されるようにですね、この作品はですね、街を一つ腐らせてくれ、腐敗させてくれという依頼を受けた元エージェントの男が、元悪徳警官と元、娼婦の女性と、あと、なんていうの、まあ、それを依頼を持ちかけてきた、一種の天才肌の、若者と、この4人でですね、ガルベストンと、メキシコ湾沿いのですね、20万ぐらいのね、小都市、地方都市を一つ探せる話です。で、報酬は5万ドル。まあ、70年当時の5万ドルってどれぐらいなのかわかんないけど、まあ、かなりの莫大な金額だとは思いますし、まあ、円360円とかですかね。それで、しかも、ただしね、これ期限が、ね、2ヶ月。2ヶ短い。月間で街一つ腐らせろ。で、どうしてそれかっていうと、まあ、そこにはですね、まあ、ある選挙が絡んでいるっていうところがあってですね、どうしても専門がない。ということで、この都市問題専門コンサルトっていうね、うさんくさいで、肩書きを持った天才的な若造がやってきて、この、主人公、ルシファー・シー・ダイ。
ルシファーっていう名前だと思うんですが、うん、まあ、一応作品名でこれ本名なんですけども、うん、というですね、元諜報部員に、仕掛けている。で、この元諜報部員たち、この4人が組んでですね、この町にうごめいているあの悪党はもとよりですね、この善男善女を相手にして、あの一世一代の大博打というか、を仕組み、対立を煽りですね、町を乗っ取っていこうという、うん、まあ、古くはあのダシェル・ハメットの血の収穫とかですね、あのいろいろとそういう、うん、あの町によそ者が乗り込んできてごたごたを引き起こしてその町が大変なことになっていく、そしてっていう話はあ の, の系譜につながるものだと思うんですが、うん、面白いのはこの 主人公はこ の, あの元諜報部員の、まあ、大ルシファー大なんですが、うん、彼がね、どうして元諜報部員なのか、つまり名前の言えない情報部らしいんです。CIA じゃないんですね。うん、もう名前の言えないね、あのセクション2っていうところをなぜ彼がクビになったのか。で、その彼がクビになって、うん、あのデブリーフィングというですね、まあ、一種に言ってみれば尋問ですね。それを10日間受けて、ようやく身分を解き放たれて、町に2万ドルの手入れ金渡されて、サンフランシスコ町に放たれるところから物語が始まるんですけども。うんうんうん、一体彼はなぜそのような羽目に陥ってしまったのかっていう、うん、あの直近過去の話と、うん、このそもそもこのルシファーという人間がいかなる人生を歩んできてこの諜報部員となりしか、そして、うん、致命的な破局を得て今クビになってしまったのかっていう話と、うん、それと現在進行形のこの街を腐らせるっていう話は三本立てで物語が進んでいると、うん、で、まあ、もともとロス・トーマスってすごい人物関係が重層パズルみたいに入り込んでてですね、はい、うん、これとこれのつながりがここにあったのかみたいなことを一つ一つ解きほぐしていって、人をほぐしていくと事件の全体の構図が最後になっていきなり見えてくるっていう、うん、だからなんか、まあ、ジグソーパズルだと割と作っていくうちに全体図って想像がつくんですけど、ロス・トーマスってなんか少しずつ少しずつやっててほぐされていくんだけれども、うん、どうしてもね最後にいきなりいっぺんにね図が出てくるみたいなところがあって、うん、あそこまでが、ね、なかなか読み進めるのになんか苦労するところがあるっていうのもあるんですが、ただこの錯綜したプロットどこ行くんだろうってまさにもう、エスピオナージの面白さで、まあ、今ジョン・ルカイなんかの作品にもある通じるところはあると思うんですが、うんうんうん、このロス・トーマスってライターズライターでものすごくプロの作家からエールを送られているエリック、ね、うん、帯の方にもありますけど、うん、裏にもありますけど、エリック・アンブラーとかね、うん、ジョン・ディ・マクドナルドとかね、そうそうたる人間がもうロス・トーマス大好きなんですよ、うんうん、で、そういうライターズライターですから、当然まあ、プロットは複雑なんだけども、さらに文章がめちゃくちゃうまいのと、人物造形がものすごいよね、奥深く。掘り下げられて作られていくから、うん、その人物パズルを解いていく面白さですね、うん、当初のね、あの弓沢さんって全然苦にせずね、ページ食ってしまうんです、うん、これはね、割とね、人物関係そこまでね、複雑になってですね、まだ、うん、あの後期のね、大博打ぐらいになってくるが多分ピークあたりだと思うんだけど、めちゃめちゃわけわかんないのは、うん、これはね、もうちょっとね、ストレートにわかります、うん、ただね、これね、まあ、もちろんこの手のものの定石として過去が現在に追いついて全てが分かった時にああって言って一つ腑に落ちることになって、うん、そこでギアが変わって物語が加速がついて水槽へっていうパターンはあるんですけども、うんうん、その前にそもそもこの人の、ね、人生が波乱万丈すぎてね、うん、もう大変、あの何十年の作品ですか、生まれたのは確かね、25、6年なわけですよ、戦後。ああ、そうかそうか。ですから、ね、太平洋戦争時にあの幼少期を送り、うん、っていう話になってきて、そこから冷戦期を経て、あの彼はあのスパイへとなっていくっていう、うんうん、しかし非常に面白い、一つの冷戦構図のディメンションを見るようなところも面白さもあるんだけど、うんうん、それを全て生かす上で、上官の際渡りですね、とんでもないことを、うん、キアチェンジがね、一段入って、で、章が変わって、またあの次の段章が終わると、またとんでもないことが起こってというですね、うん、一見シンプルで単調、街を腐らせるだけに見えるプロットがですね、うん、なぜかも面白いのか、うん、これはもう読んでいただくしかないんですけれども、うん、ぜひぜひこの、上下巻なんですけど、ね、これ、ね、役がね、翻訳松本、剛さん、大変ね、水を得た魚にうまいですね、うん、
読みやすいです。うん。ですから、ぜひ、これは、おすすめです。よくぞ出していただきましそうた。でしたね。ね、やっぱワンちゃんの面もありますが。錯綜したプロットの書かせたら、まあ、右に出る者はいないと言いますないでか。すね。この間、今もう出てるのかな、ミステリーマガジンに、原亮さんの追悼特集があって、そこに僕がその、まあ、前作解題じゃないんですけど、何ですかね、原亮はこんな作品だ、作家だっていうのを書いたんですけど、やっぱね、原亮ってみんなチャンドラーのこと言うんですけど、ロストーマスの影響がすごい強い。なるほどね。ロストーマス的なプロット、人間関係で入り組んだプロットを、チャンドラーの文体で書いた人だという気がするんですよね。だから、本当にさっきライターズライターとおっしゃいましたけど、みんながお手本にしたいけど、ロストーマスほど、完成度はなかなか難しいというですね。そう思います。お手本のような作家ですけど、こんなお手本でやると大変だねっていうですね。すごい作家だなという、唯一無二だという気がしますね。みんな大好き、ロストーマス。この原亮さんの、ロストーマスの魅力というミステリーマガジンのロスに載った、エッセイというかですね、この巻末に収録されてますんで、この本。ぜひぜひそれも合わせてですね、大変お買い得な本だと思いますので、読んでみてください。そうですね。いや、もうこのシリーズ本当に楽しみです。次何やってくれるか。そうそう。すごいな。ニーズを掘り起こすという意味では、こんなにすごいのはないですね。新潮文庫頑張ってるなと思いまいす。や、ないでしょうね。犯罪小説の古典という方に特化して出している素晴らしい文庫の企画シリーズだと思います。いや、メアリー・インゲートあたりどうですかね、メアリー・インゲートとかですね。石器の水音のメアリー・インゲートあたりまだ残ってるんじゃないかなって気がしますけどね。いや、本当楽しみです不思議じゃない。ね。本当何が来ても不思議じゃないし、もう信用して読める感じがしますよね、その章はね。じゃあ私の最後です。はい、私の最後はですね、高いですよ、この本は。3800円プラス税です。しかおいし、今年を代表する短編集です。もう間違いない。マリアナ・エンリケス、寝タバコの危険です。これ前すごに、い綺麗な。ウサギの島ってね、エルビナ・ラマロ、ウサギの島を取り上げましたが、スペイン語のですね、書かれたホラーを国書刊行会が連続し出していて、これは持ち込み企画なんですね。翻訳者の宮崎真紀さん、スペイン語の翻訳者の宮崎真紀さんがですね、自ら持ち込んで、出してくださっているそうで、大変ありがたないるんでほすど。けど、マリアナ・エンリケスはデビューが何だっけな、長編デビューなんですけれども、日本で最初に翻訳されたのは2016年に出た私たちが火の中でなくしたものというホラー短編集だったんですね。これも結構話題にはなったんですけど、それより前に、その前に出た2009年の短編集が、ね、この寝タバコの危険で、確かエリケスの最初の短編集だったと思います。それで、これは英訳されてですね、国際文化賞の最終候補、ショートリストにも選出されたほどですね、話題を呼びました。間違いなくスペイン語圏の、ホラー界を代表する作家だと思いますし、アルゼンチンのホラープリンセス、文学界の、ロックスターというですね、なんか非常に際立った、評価を得ている作家なんですけど、エリケスの作風を一言で言うと、土足と最新社会風俗の融合がですね、とても、読者の、胸をえぐる形で描かれる作家だと思うんですよね。で、この中にですね、戻ってくる子供たちっていう短編があるんですが、これはね、主人公は、行方不明になった、子供ね、何らかの理由で行方不明になっちゃった子供の資料というか情報を整理している部局にいる女性で、
彼女はもうずっとそのファイリングをしているわけですね。その中に、一番その、中でその戻ってこないのは連れ去りで、どっちかの親がその別れた時に連れ去ってしまった子供とかですね、あともちろんそのさっきも話しましたが小児性愛者とかに連れ去られた犠牲者ですね、そういった者たちを、のファイルを作ってるんです。その中にですね、一人あのすごいあの美貌のですね、女性あの女の子がいて、その子のバナディスっていうんですか、バナディスですね、その、あの、この顔が気になって仕方なくなっちゃうんですね。で、ずっとその顔をのことをその気にして街を歩いていると、ある日ですね、そのバナディスがいるんですよ。うん。あ、あのバナディス、ね。そのバナディスはちょっと本当にここでは口に出すようなのがはばかれるような悲惨な境遇にいたことが分かっていて、うん、もう死んだと思われてたんですね。うん、バナディスがね、いたんですよ、街に。で、それを連れ帰るというところ、はい、まあ、中盤なんですけどね。このあと、ここまでは本当にあの、まあ、あの、まあ、そういう小児もの、小児虐待ものの、ミステリーでもありそうな展開なんですけど、この後から、とんでもないことが起きます。で、もう、あの、なんていうかな、あることが起きてですね、アルゼンチン中が悲観して、あの、嘆き悲しむといいますか、世界の終わりを見たような、あの、顔をみんなお友達がし始めてですね、その主人公の、まあ、ボーイフレンド、一回だけちょっと関係を持ったことのあるジャーナリストのあるボーイフレンドですね。俺はブラジルに行くって言って、ブラジルに行けばこんなこと起きない。君も一緒にブラジルに来いと言って、ブラジルに、その彼は逃げていってしまう。何が起きたかって言わないんですけど、まあ、それほどのですね、あの、大人たちからすれば、もう、なんだろうな、恐怖のどん底に陥れるような事態が起きてしまうんですよ、この後。何が起きたかっていうのをちょっと想像してもらうといいと思うんですけど、あの、これはあの、アルゼンチンの、その、国としての特殊事情もあって、1970年代から80年代の頭にかけてですね、政情不安、ものすごい軍事政権が政情不安を引き起こした時代があって、その時ですね、秘密警察に連行されて帰ってこなかった人が3万人からいるという。その3万人の、つまり戻ってこなかった人たちはどうなってしまったか。もちろんそれは、またも秘密警察によってね、殺されてしまったりしたんだと思われますけれども、その、あの、戻ってこなかった記憶、あの、家族とか、その隣人とかが戻ってこなかったという、その悲惨な記憶というのを、みんな背負ったまま、あの、今を、現代を生きてるわけですね。多分、その現実の中に、そういう空撃といいますか、忘れてしまった、その忘れてはいけないのに、記憶の片隅に追いやってしまったような心の傷みたいなものがこの国にはあるんだということが一つ、この物語の根底にはあるんだと思うんですよね。そういうふうな、その、なんていうのかな、物語としての、歴史とか、その土俗、あの、アルゼンチンの歴史とか、そのアルゼンチンの記憶みたいなものを、掘り起こすような物語が一方にある。もう一方に、井戸っていう、あ、これもまあ、そういう話なんですけど、これはね、もう、ものすごく、もう、怖いとしか言いようがない話です。主人公、ヒロインは子供の頃ですね、お母さんとか、ホセフィーナの、お母さんたちは、ものすごく悲観主義だったんですね。もうホセフィーナが病気をするともう死んじゃうと言って、もう本当に、あの、全てのものが怖いみたいな、で、家族だったんですよ。ある時、ホセフィーナは、自動車旅行に家族に連れて帰って、車に牛詰めになって連れて帰って、あるその田舎の町へですね、見知らぬ家を訪ねるんですね。で、訪ねて、帰ってくる。そうすると、翌日から人が変わったように、お母さんたちは明るくなったんですね。うん、なぜか明るくなったんですよ。ところが、その日を境に、ホセフィーナにはですね、あの、恐ろしいものが付きまとうようになりました。見てはいけない夢とかを見るようになるんですよ。
そこから、これが物語のその、まあ、3分の1ぐらいのところで起こることなんです。そこからですね、終盤に至るまでの、恐怖の盛り上げ方、何が起きてるか分かんないんだけど、とにかく怖いという事態がですね、どん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 言葉を変えて、事態はね、あんまり進展しないんですけど、とにかく宝石が何をしてもですね、その怖さというのは消えてくれないんですね。もう精神科に行ってお薬をもらったりとか当然するわけなんですけども、それをしたり、民間祈祷師みたいなのに頼ったり、いろんなことをしようとするんですが、その恐怖は消えなくて、何が起きたのか、なぜこの恐怖はどこから来たのかっていう話がこの井戸って話で、これはね、本当に日本に舞台を置き換えて読んだとしても、わかる、そのまま恐怖が通用しそうなですね、根源的な恐怖を書いた短編だと思います。かと思えば、展望塔というですね、これは内容を説明しませんけれども、視点の小説といってもいい、2つの視点が交互に描かれているんですけど、この2つの視点が何を意味しているのかっていうのが分かんないんですけど、最後にそれがドッキングしたときに、ゾーッとするようなオチが待っているというですね、まあ、奇妙な味と言ってもいいような短編。あと、どこにあるの心臓っていう作品はですね、これも女性の視点から書かれた話なんですけど、これはフェティシズム小説です。よくね、女性を主人公にしたフェティシズムの小説はあんまないって言われますけど、とんでもない。これは女性を主人公にしたものすごいフェティシズム小説でですね。それがね、これもね、最後の一行のオチがすごいんですよ。そのオチかというですね。どの作品もね、最後の一行といいますか、最後のオチが、短編としてものすごく効いていてですね、ミステリー短編が好きな方には、なるほど、そういうオチが来ますか、というですね、オチの面白さでも読ませる。うん。そこまで行くスリル、サスペンスの盛り上げ、そしてそのものすごい奇想、奇想としか言いようがない、なんでこんなこと思いつくのっていうような奇想と、そのオチのプロットの面白さと、そして文章の強さですね。それを全部兼ね揃えた、もう理想的な短編集ですね。3,800円、さっき高いって言いましたけど、高くないです。これはね、高くない。これね、一編でも読む価値があるから、十何編入ってるのかな、12編入ってますけど、12編どれも外れがない短編集で、もう1編ごとにね、もう500円ぐらい払っても構わないと思うんで、もうこれはね、絶対にね、高くないです。3,800円税別ですけれども、買ったら一年中この小説のこと、短編集のことを、考えることになると思うので、でもものすごい長いこと楽しめる短編集だと思います。ぜひ皆さんも読んでいただきたいなと思います。短編好きの方に、今年を代表する短編集とも胸を張って断言しておきますので、ぜひお読みいただきたいと思います。素晴らしいです。宮崎さんは本当に偉いと思います。はい、というわけで3冊でございました。これ次はね、ちなみに予告が出てます。次のタイトルはですね、なんだっけ、救出の距離。救出って助ける、助け出す。助けね、はい。救出の距離。サマンタ・ジェブリン。言えない。2017年度の、シャーリー・ジャクソン賞中編部門受賞作。で、ネットフリックス、悪夢は苛む、クラウディア・リョサ、監督の原作。これもものすごく楽しみにしているので、頑張って早起きしてください。楽しみにしております。というわけで3冊でございました。はい、じゃあ、この後の何か予定がありましたら、言っていただいて終わりにいたしましょうか。何かありますか？そうですね。さっき杉江さんと声もありましたけども、まあ、これ、久々それそに、れ。ミステリーガイドブックに寄稿するのが、割と久しぶりです。で、これ、多分まだ見ると、どういう作家というか作品を取り上げられたかって、まだ公開されてないみたいさなんれでてすないね。です、されてないです。ですから、何について、誰について書いたかっていうのは、ちょっとまだ伏せておきまあ、すそっけかどそっか。も、そうだそうだ。一応私は翻訳ミステリーの、クラシックの方で、
1人あの重要な作家について書いてます。で、それをやるために、その作品の、まとめ読みというのを今年の初めぐらいに大変でした年ね。代順にやって、なかなか至福の時だけども、なかなかに大変ということをやって、ああ、ようやくこれで日の目を見るなと思って、嬉しい思いでは い。います。まあ、ちょっと大変な作家なので、川出さんにお願いしたんですよね。歯応えは、歯応えは、でもうも絶ね、対この作家はね、外せない作そう家だそうと思そいますう。もんね。10人をね、選ぶときに、海外で10人選ぶとしたら、まあ、それこそ、もっと古い人は落としてでも、この人はそうで落とすせね。ないと僕も思いましたので、思こいれまはすもんで。う、選んだときにも川出さんに頼むしかないなと思いました。いや、ぜひ、読んでいただければ、ちゃんとできてもらう。できてると思います。はい。いや、素晴らしかったです。はい。この話になっちゃいますけど、若い人がね、結構いっぱい書いてくれて、そうですね。そうなんですよ。若くないんだけど、まあ若いというか、キャリアが若い人ね、いっぱい書いてくださって、例えば、野村だなみさんはね、僕と一緒に日本作家の、なんだっけ、道玄坂は密室監視棟というのをやってたりする人で、あと、他ジャンルで言うと、香月義博さん。僕と一緒にこの SF、これって SF っていう障害本になっでてすますけね。ど、この方はね、SF マガジンで、SF の月評をずっとやってらっしゃる方で、全然、じゃあなぜその方に頼んだかっていうのは、まあそういう作品を入れたかったからなんですけど、そういうわけで、割と若いというか、こういう人がこういうものを書いてるというのを、そういうのところもちょっと面白いんじゃないかなと思ってそうでですね。ね、依頼してみました。はい。というわけで、じゃあ今月も、3冊最後にタイトルをもう一度言って終わりにいたしましょうか。そしたら、選考は川出さんからお願いいたします。一冊終わった。では、まず、一つ目、ミシェル・ビフィ氏、恐るべき太陽、平岡敦役、手芸者文庫。3年間の完成、アンデシルース・ロンド、翻訳は、清水一子&下倉良一、早川ミステリー文庫。そして3冊目、愚者の街、ロス・トーマス、翻訳、松本剛、新潮文庫。以上3冊です。私の3冊はですね、SJ ローザン、その罪は描けない、ナオラ・カズミさん役で、草原推理文庫。そして2冊目が、ドン・ウィンズロー、カゲロウの街、田口俊樹さん役で、ハーパーブックス。3冊目が、寝タバコの危険、マリアーナ・エンリケスで、寝タバコの危険、宮崎真紀さん役で、国書刊行会の3冊でございました。というわけで3冊紹介いたしました。また次回ですね、お会いしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。